こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。先日 YouTube のゲームチャンネルのチャンネル登録者数が150万人を突破しました。ありがとうございます。で、それでですね、何か記念的なものは何かできないかなと思ってちょっと考えてたんですけども、グッズをね、ちょっと作ってみようと、そういうことにチャレンジしてみようと思いまして、3つ赤髪の友グッズを作ってみました。それを、ちょっと紹介してみたいと思います。まず1つ目、赤髪の友ラバーストラップ。じゃん、ピンとこい、ピンときた、こんな感じ。はい、こんな感じ。ホークさんのね、イラストを元に、こういうラバーストラップ風に、作ってもらいました。可愛いですね、こんな感じ。サイズもこんな感じですね。俺紹介するの下手くそだな。ディッケルを持った可愛らしいデザインのストラップになってます。裏面はこんな感じ、赤髪の友ね、書いてあります。可愛らしいね。2つ目、じゃん、赤髪の友グラス。ちょっといろいろ光に反射してますね。こちらはですね、透明グラスに赤髪の友のイラストをプリントして、こちらも可愛く仕上げました。そして3つ目、じゃじゃん、これが大きい、かまぼこ T シャツ。そのね、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、クオリティが違う。違う。あんた、これ書いたの、あんた書いたの、これ。これは作ってもらいました。作って、俺書いてるから、これ。クオリティが違うから、ほら、かまぼこ T シャツ。かわいい。かわいらしいでしょ。後ろはまあ無地なんですけども、この肩もね、かまぼこの、あのピンクのかまぼこのアーチを意識した、こんな感じのデザイン。そしてかまぼここの T シャツかわいいな、いいな、こんな感じ。こちらの T シャツはおなじみかまぼこ柄の T シャツ、サイズは S、M、L、XL の4サイズ用意しております。それ着れねえわ。なんで？俺 3L だな。でかっ。以上のこの3点がAmazonにですね、5月8日発売になります。ぜひ皆さんお買い求めください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。